はい、先日な、元新潟人の飲酒動画です。今日は、こちらです。チューハイですね。ローソンストア100で買った、もろ酔うサワー、蜂蜜レモン。こちらですね、なんと、アルコール度数が 12% という最強に近い、チューハイです。果汁が 1% となってます。サンガリア、メーカーがサンガリアになってますね。サンガリアです。1、2、サンガリアです。先ほどローソンストアで買ってきた氷を、氷を使いました。氷がゴム箱なんか入った。ちょ、ごま。氷が冷たい。今日は暑いです。東京今日は暑いです。アルコール度数 12% なの。てか、今まで 9% 以上のやつ飲んだことないな。いや、10% 以上。9% は飲んだことあるな。10% 以上のチューハイってなかなかないんですよ。うん。これが100円で売ってるっていうのはなかなか、まあ、ちょっと小さいけど。容量が 265ml ですね。ちょっとミニサイズ。で、重要な。原材料名が、レモン果汁と蜂蜜と醸造アルコールと糖類と、酸味料と香料です。だから、甘味料が使われてないんだよね。うん。それじゃあ。乾杯。あ、蜂蜜レモンだ。うん。蜂蜜レモン。なんだけど、ちょっと蜂蜜が強い。ちょっと甘めっていうか。っていうの。そんな感じはします。すげえな。結構ローソンストア100はね、すごい、いろいろね、チューハイがね、売ってるんですよ。もろ酔うサワー。ん？サンガリア社のサイトにも載ってないらしい。ということが、とある、サイトに載ってます、ね。うん。サンガリア社のサイトにも載ってないし、こんな製品が出てること知らなかった。この人もローソンストア100に寄った際に、偶然発見したので購入した。最初に缶を見たとき、この商品名にはどんな意味があるんだろうと、首を ひねった。もろ酔うサワー。もろ酔うサワーということに気づいた。うん。あ、サンガリアにはスーパーストロングチューハイという 12% の同じ 12% のやつがあるらしいです。見たことないな。
一応缶チューハイ史上最強らしいですよ。12%。噂によると。へえ。でもそんな強い感じしないですね。うん。スーパーストロングチューハイ、これどこに売ってんだろう。サンガリア自体が大阪市の会社みたいなんで、大阪の方に売ってるんですかね。価格は118円だそうです。スーパーストロングチューハイ。サンガリア。ちなみにこれを購入したスーパー以外では全く見ないって書いてある。あ、これは載ってる。サンガリアのね、サイトに載ってます。スーパーストロングチューハイ。グレープフルーツ果汁 5%。アルコール度数 12%。原材料がグレープフルーツ果汁と醸造アルコールと糖類と酸味料と香料。となってます。サンガリアはなんか、よくわからんの出すよね。よくわからんの。褒め言葉だ。褒め言葉で、コアな層をついてくる、ね、非常に何かこう他の会社ではやらんようなことをするっていうのがありますけど、まあ、それはある意味いいと思います。確かに載ってないの。これ載ってないの。サンガリアのサイトに載ってないです。スーパーストロングチューハイもね、載ってない。載ってるっていうか、載ってるは載ってるんだけど、レモン味は載ってないみたいですね。グレープフルーツ味は載ってる。一体何なんだこれ。レモン味は乗ってないという。スーパーストロングチューハイ。あ、アマゾンにも売ってるぞ、これ。あ、在庫切れだって。でも、アルコール度数 12% ってことは、簡単に言うと、25度の焼酎を半分で割れば、だいたい12.5度だから、ほとんどこれ半分が焼酎ってことですね。そういうことじゃねえな。だいたい2倍で割れば 12% になるから、25度の焼酎2倍に割れば 12% ですからね。これ半分が焼酎ってことですよ。すげえな。しかもこのスーパー、こっちのスーパーストロングチューハイは、ちゃんと果汁が 5% も入ってるという。すごいですね。これすごいな。多分大阪の方で売ってるんじゃん。と思う。あ、お？サンガリアは、2014年9月22日にて、スーパーストロングチューハイのレモンとグレープフルーツが新発売されたってことは、今から2年前。
ドンキホーテで売ってたという情報が、俺の近く、うちの近く、ドンキホーテねえんだよな。値段が108円プラス税だったらしい。ってことは、今だと116円か。違う。あ、108円プラス税ってことは、いくらや。この頃多分 5% やから。あれ？消費税 8% になったのっていつやったっけ ?2015 年だったっけ ?2015 年でしたっけ？もう忘れたんですけど、2015年だったっけ？108円プラス税らしいです。安いっすね。普通に安いな。あれ？どうなんだ？すごいね。おかしいな。アルコールとか高いほど酒税がかかるはずだから、料金が高くなるはずなんだけど、普通に1本108円ってすごいですね。しかも 350ml でしょ。これすごいな。これ近くに売ってたら普通に買うんだけどな。簡単に酔えるっていうより、なんか、甘味料も入ってないから、俺的にすごいいいんですよ。これ、普通にうまい。普通にうまいんですよ。うん。甘味料入ってるやつに比べると全然美味しいんで。すごいな。これすごいな。一般的なサントリーのストロングとかクソまずいんですよ。あ、4つ目にあげてる人いるな。スーパーストロングチューハイレモン酒飲み日記動画だって。俺と同じような動画あげてる人いる。これさ、多分一般的な YouTuber だったら、12% みたいな、こう、バーンってこう、サムネにボカッと、多分書くんだろうな。一般的な YouTuber だったら。例えば、ヒカキンとかがこれを飲むとして、レビューするとして、アルコール 12% ボカーンみたいな。赤字で。バンバンバーン。俺もそれパクってちょっと今回だけちょっとあれパクって12% ってやってみようかな。どうなるか、再生数がどうなるかちょっと見てみたいね。まあ少なくともね、一般的なね、ストロングチューハイは、まあ、サントリーとか、全部氷結とかでもそうなんですけど、確実に、甘味料が入ってるんですよ。なんで、まずいんです。俺、吐きそうになる。ガチで吐きそうになるんですけど、これは普通に入ってないので、甘味料が。俺の中だと甘くないんですよ。いや、甘いんだけど、甘味料、飲料と比べると、他のストロングに比べるとね、全然甘くない。なんですけど、まあちょっとなんていうか、蜂蜜の特有の若干こう後味みたいなのがあるんですけど、まあまあ、普通に、まあ、美味しいっちゃ美味しい。普通ですね。うん。普通のレベル。
で、これで値段が100円で、まあ普通にね、これが 265ml ではなく、普通の 350ml の、だったら、すごい、良かったんですけど、まあ残念ながらこれは、265ml というちっちゃい缶のやつなんで、まあちょっと微妙といえば微妙ですけど、まあコスパとしては酔いたいなっていう人間だったら、まあコスパは高いっていうか、まあ俺みたいな、まあね、酒好きな人だったら断然美味しいっていうレベル買いだなっていう感じはあります。だって普通100円出したらね、265だから 500ml。アルコール度数 6% のやつが2本。で、同じアルコール度数ですから。一般的な 6% のアルコール度数のやつを、この2本でいくと、530ml。530ml のアルコール度数 6% のやつを飲んだと、同等なんです。アルコールは。そういう意味でいくと、わざわざ2本飲まなくてもいい。で、なおかつ、腹がいっぱいにならない。これでかいですね。何かと一緒に食うときに、食って飲んだりとかするときに、腹いっぱいになる人って結構いると思うんですけど、炭酸とかでね。それもない。ちっちゃいし。まあ、酔いにはいいんじゃないですか。うん。これはなかなか、高パフォーマンス。うん。だと僕は思いますけどね。多分あんまり、売ってるとこ自体はほとんどないと思うんで。あ、やばい。パンツが見える。パンツが見えると、あれなんで。ということで、ゴールデンウィークがもうね、始まりましたが、ね、ゴールデンウィークはですね、5月の3日、あさってに、オフ会を開くこととなっております。今のところ参加するのは1人。俺ともう1人の人ですが、まあね、いいでしょう。まあ、うん、仕方ないな。はい。2434です。これはなかなか深いです。ご視聴ありがとうございました。